ジェフリー・ウェイン・カーステンスはアメリカ合衆国のカリフォルニア州出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。2000年にドラフト45巡目でモントリオールエクスポズに指名されたが契約しなかった。2003年にドラフト19巡目でニューヨーク・ヤンキースに指名され6月11日に入団。2006年8月22日のシアトル・マリナーズ戦で メジャーデビューを果たす。5.2回を投げて3失点というまずまずのピッチングを見せると8月27日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦ではメジャー初勝利を手にした。最終的には8試合中6先発で2勝1敗。2007年はマイク・ムッシーナ、アンディ・ペティットラベテランに続く先発投手として期待されシーズン前こそ好調だったものの 故障により開幕に出遅れた。4月28日のボストンレッドソックス戦では、先頭打者、フリオルーゴの打球を受け、後続のケビン・ユーキリスにアンダーを許した後、負傷降板した。この時、飛骨を骨折しており、故障者リスト入りし、再びメジャー登録されたのは8月だった。結局、2007年は1勝4敗、防御率も11点台と精細を書いた。 2008年7月26日にトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。2012年11月30日に FA となった。2013年1月15日にパイレーツと1年契約を結び残留した。6月17日に右肩の手術を受けシーズンを全休した。10月31日に FA となった。2014年は 所属球団なかった。2015年5月4日に自身のインスタグラムで現役引退を表明した。ありがとうございます。